19世紀フランス海軍の将校用、サーベル・サーベルはヨーロッパの片派の刀である。刃渡りは806ミ、mm、リメートルから860ミ、mm、リメートルが好ましいとされる。セーバー、セーバー、サーブルとも、ポルトガル語のサブレに由来、サーベルの柄の部分の一例大きな森県があるタイプの柄海軍長剣柄部分と略等腸。柄はおやつぶつけのサメ側。 金銭を巻く。両手で握る大ぶりなもの。柄には森剣と呼ばれる枠上もしくは半円や半球の大きな唾がついており、指や手を保護している。サーベルには様々な長さのものがあるが、身につけるときは常に腰から下げた鞘に収められている。その起源はわかっていないが、ファルシオンやシミタンのデザインを元にしたと見られる。もともとは、騎兵の武器として、 それまでの直線上の剣に変わって使われ始めた。サーベルには、騎兵が片手で扱えるように軽く、できるだけ長く作られた刀剣で、剣心は、直刀、タイプ、極刀、タイプ、半極刀タイプがあり、その両方はそれぞれ一つ斬撃その両方を剣用と対別できる。ポーリッシュサーベルは、燕元から直線で中心あたりから大きく、湾曲疾走のカーブは、 日本刀よりも大きい。また、多くのサーベルは1、3ほどに、裏陣がついていて、手首を返すことで、先端カットができる。乗馬して使用する場合、馬のスピードによって、打撃力が強くなるため、肩を脱球したり、剣が抜けず落馬することもある。剣術では、センターライン、フロントライン、と二つの中心線がある。剣道ではこの二つは同一だが、 サーベルでは、センターラインは、馬の軸線フロントラインは、敵は正面にはいないので、敵に向けた上半身を言う。ガードには騎っ先を下に腕を伸ばす防御と突撃の構えのほか、馬の首を守るガード、馬の尻を守るガード、自分の足を守るガードなどがある。基本的に相手の馬を切るのは、マナー違反とされているが、相手の手綱を断ったり、すれ違いざまに、 馬の尻を切ることもある。大将の火器が戦場で普及した16世紀以降、サーベルはポピュラーな刀剣となっていった。敵を切り下ろすに適した極刀型のサーベルは軽機兵や不評用の武器として使われ、自家刀型のサーベルは切るよりも差し貫く用途に適しており、こちらは重機兵に好まれた。しかし、不評にとっては機兵に対しても有効な リーチの長い銃剣の方が好まれ、不評が武器としてサーベルを使うことはほとんどなかった。近世以降のヨーロッパでは重火器の発達とともに不評が単独で強力な火力を手に入れ、さらにパイク兵との混合陣形を組むようになると、騎兵槍を主武装とする槍騎兵の突撃は効果を得られなくなっていった。そのため騎兵槍はポーランドやハンガリーを除いて、 ヨーロッパの戦場では、廃れていった。17世紀になると、中世以来の騎兵槍は、戦場で使われることはほとんどなくなったが、一方で、槍騎兵そのものは18世紀になると、ポーランドやロシア、ハンガリーなどで一部復活していった。これは、騎兵が槍を装備しなくなったため、騎兵の突撃に対処するために考えられた、法人などの不評人形が必要なくなり、 突撃に対しては脆弱だが銃を持つ不評が一斉射撃できるような応列体系が主流になったからと考えられる。多くの近世、近代ヨーロッパの騎兵は刀剣類とピストルを同時に装備するようになっていった。18世紀の騎兵にとって刀剣類は彼らの攻撃、防御に最も有効な武器であった。その頃にはサーベルは多くの騎兵の主力武器となり、 ナポレオン時代には、自家刀型のサーベルを装備した、フランスの強攻騎兵はその時代の最強の騎兵として、恐れられた。また、ナポレオン時代の槍騎兵もサブウェッポンとして、カービン銃の他にサーベルを装備していた。敵騎兵との戦いでは、騎兵槍が乱戦で扱いにくいため、槍を捨てて、接戦格闘で、より効果的なサーベルを抜くことも珍しくなかった。 槍騎兵もサブウェポンのサーベルを引き抜くことで、敵騎兵との乱戦に対応できた。また、槍騎兵連隊では一部の兵士に、騎兵槍を装備させず、騎兵槍を持つ兵士をサーベルを主武器とする兵士が、援護するようにしていた。ナポレオン戦争は、大規模な戦争としては、刀剣が活躍した最後の舞台であった。不評隊は刀剣を使用しなかったが、先に旗をつけた槍で武装する。 特殊系騎兵連隊を除き、騎兵隊の攻撃用には相変わらず好まれていた。騎兵のサーベルは、他の騎兵隊や分散した不評、または集団の不評に対しては、非常に有効な武器であったが、長走の代わりに、銃剣で法人を組んだ不評相手には、何の役にも立たなかった。それでも第一次世界大戦までは、騎兵の刀剣は重要な武器であり、 騎兵やりの流行も第一次世界大戦までは続いた。騎兵の突撃が時代遅れと認識されたのはアメリカでは南北戦争、ヨーロッパでは第一次世界大戦である。時代を下るとサーベルは多くの国の軍隊で軍刀として将校の階級を示すシンボルともなり、銃器が主流兵器となってからも精神的、装飾的な意味合いとして携帯され続けた。 20世紀初頭頃までは、歌詞官兵の間でも、常馬本文の兵士を中心に、騎兵、市長兵、憲兵などで、騎兵銃と共に、サーベルが装備された。第一次世界大戦以降は、軍隊自体や戦闘ドクトリン等の、さらなる近代化により、多くの国では、将校巡視官のサーベル配用は、清掃や礼奏時、栄誉礼や官兵式などの儀式時に限られるようになり、 その刀剣も必ずしも真剣ではなく模造刀を製作、利用する場合も出てきた。日本略刀長をつけた遺憾用旧型軍刀。遺憾用は世間に唐草模様がない海軍長剣将はサメ川県で、海軍は探検に対して軍刀を長剣と呼ぶ。1937年当時の日本陸軍。手前の不評連隊長は、 日本刀仕込みのサーベルを持って、投げ刀の敬礼級日本軍では、明治の県軍当初に将校と、縦は基本軍者たる、貸し官兵が配用、装備する軍刀として、サーベルを採用した。将校巡視官刀は当初は外装のみならず、刀身もサーベルであったが、これは、日本人には、馴染みの薄い片手握りで、一つ向きであること、また精神的な意味合いからも、 将校巡視官の間では、日本刀をサーベル外装に仕込むことが多かった。そのため、明治中期頃には、陸軍、海軍ともに、片手半内し両手で、保持できる長い柄、森剣を備えた日本刀仕込みのサーベルが、正式とされ、昭和期に外装も立ち型へ改められるまで使用されていた。儀礼刀としてのサーベルは、現在の自衛隊でも使用されている。 19世紀から20世紀初頭から中期頃まで、いくつかの国の警察でも警察官の武器として使用されたが、後に人道的な理由などから徐々に警棒などに置き換えられた。日本側当庁が付された環球品の巡査サーベル。柄には森県がないデザイン。唾と柄の石印は無心中。鞘は鉄小メ滅器。巡査サーベルは短く脇差しサイズ。 外装会社により柄等の形状に違いがある。サーベルを持つ明治時代の日本の警察官日本の警察で巡査に初めて体験が許されたのは1874年8月5日であるがこの時は一等巡査のみが許され二等巡査以下は警棒や警図絵を携帯していた。百七十七年に西南戦争で抜刀隊が活躍しそれをきっかけに 警察で剣術が奨励されたことなどにより、1883年5月24日に、下級巡査も体験できるようになった。幹部は、刀身が、死没の日本刀の場合もあり、外装も高級であったが、巡査は緩急品のサーベルが多かった。戦前、戦中の日本の警察官の配用していたサーベルは、実践的な武器としてよりも、国家権力、 権威の象徴という意味合いが強く、使用に際しては、現在の警察官が拳銃を使用するのと同じぐらい、厳しい制限があった。このため狂気を持った犯人を素手で捕らえようとして、殉職した警察官も少なくなかった。第二次世界大戦後も治安維持の目的で、警察官の体験は認められていたが、新中軍兵士が警察官の拳を、 上陸記念品として欲しがり強奪する事件が相次いだ。昭和20年12月に、鹿児島県鹿屋市で農業を営む男性から、警察官拝見禁止の請願が、第89回帝国議会の衆議院に提出され、昭和21年7月31日をもって、日本の警察は、サーベル、探検を廃止し、警棒と自動式ないし回転式の拳銃を装備するように、 なった。このサーベルから派生した武器が、下級オリンピックの競技の一つであるフェンシングにおいて、サーブルの名前で使われている。また、現代では、カラーガードの踊りの小道具としても使用されている。AB 市川し春。武器と、防具西洋編。新機元文庫 ABCDEFG 使い、ナポレオンの時代武器、防具、戦術大前。 劣化者 AB 武器。マール社 ABC ハーピー JS ウィザーズ。世界の刀剣歴史図鑑。原書房松村章。戦争学。文春新書戦闘技術の歴史3近世編。草原者市川忠春。武器辞典。新起源者 AB 戦闘技術の歴史4ナポレオンの時代編。草原者戦略戦術兵器辞典3ヨーロッパ近代編。 学研は RG グラント。兵士の歴史大図鑑。草原社 ABCDRG グラント。戦争の世界史大図鑑。川で処防新者武器と防具中国編。新起源者写真で見る、神奈川県警察の歴史ら卒家当時の警察官、警察配当巡査サーベル明治17年1月内務省たち、オッツ3号、巡査体験心得方、陸軍と山流で検証する。 日本刀真剣切り19から20ページ参照。三重県警察史第3巻585ページ参照。ありがとうございます。